平野翔と渡辺直美が MC を務めるサンピープル一枚ニュート世界最高のパフォーマンスを見逃すな。トラビス・ペインと豪華審査員陣が語るサンピープル一枚ニュートの驚異的なパフォーマンス。今夜、日本テレビで放送される特別番組サンピープル一枚ニュートは、世界に通用するナンバーワンパフォーマンスを決定するために設けられた一風変わったコンテストである。この番組では、 3人以内のメンバーで1分以内という制約の中で、歌、ダンス、マジック、アート、一発芸など様々なジャンルのパフォーマンスが披露される。審査基準はただ一つ、もう一度見たいかどうかであり、このシンプルながらも鋭い基準が、出演者たちにとって最大の挑戦となる。番組の MC を務めるのは、世界的に活躍する平野翔と渡辺直美の2人であり、 彼らのコンビネーションは番組全体の雰囲気を一層盛り上げる。審査員には、スカイハイ、リエハタ、トラビス・ペイン、めぐみ、加藤浩二といった豪華なメンバーが揃い、それぞれの専門的な視点からパフォーマンスを評価する。特に、審査員の中でもマイケル・ジャクソンの振り付けを手掛けたトラビス・ペインの評価は非常に注目されており、彼の言葉一つ一つが出演者たちにとって大きな意味を持つことは間違いない。 ファーストステージでは20組のパフォーマーが登場し、その中から15組がセカンドステージに進出する。さらにそこから6組が決勝戦に進み、最終的に優勝チームが決定される。この過程で、出場者たちは一発勝負で驚きと感動を提供し、視聴者にもう一度見たいと思わせるパフォーマンスを披露しなければならない。そのため、各パフォーマンスは短い時間ながらも非常に濃密であり、 一瞬たりとも見逃せない展開が続く今回のコンテストには最後に悲鳴が上がるマジック仮想大賞優勝チームの作品全日本選手権4連覇の社交ダンス兄弟の圧巻ダンスヨーデルビートボックスを一人で同時演奏頭バクで書道といったまさに多種多様なパフォーマンスがラインナップされているこれらのパフォーマンスはそれぞれのジャンルで頂点を極めた者たちによるものであり そのクオリティの高さはもちろんのこと、独自の発想や創意工夫が光るものばかりである。例えば、鉄棒を使った無重力ダンスでは、鉄棒を駆使して信じられない体勢で宙を舞う姿が披露される。このパフォーマンスに対して、審査員のトラビス・ペインは、彼ら以外いないと大絶賛し、その独創性と技術力に簡単の声を上げる。また、 BTS をはじめとする世界的アーティストの振り付けを手掛けるリエハタは、1分間で極上のラブストーリーを描く思考つく漫画に心を奪われ、この番組が癖になってきてる。これぞ一枚ニュート、と興奮を隠さない。さらに、3人という少人数にもかかわらずスケールの大きな影のパフォーマンスでは、審査員の加藤浩二が、どうやってるのとその仕組みに興味を示し、驚きの表情を浮かべる。 また缶を体に貼り付ける男では人間が見たことのない姿に変貌していく様子に大爆笑が巻き起こり MC の平野翔がその体を触って確かめるシーンも見られるこうした多彩なパフォーマンスの数々は視聴者だけでなく審査員たちにも大きな影響を与える恵は何もかもが新しい経験で新しい毛穴が開いた感じとカルチャーショックを受けた様子を見せスカイハイは やっていることはシンプルだけど、ときめきをもらった感じがしますとその感動を語り、スタンディングオベーションでパフォーマンスをたたえる。また、MC の平野翔と渡辺直美は、明るく盛り上げる渡辺とパフォーマーの気持ちに寄り添ってコメントする平野という息の合ったコンビネーションで番組を進行していく。平野は高得点を獲得したときにはハイタッチ、渡辺は肩をたたいて一緒に喜ぶなど、 出場者と温かな触れ合いが見られる。このようにして、よりすぐりの6組が優勝をかけてしのぎを削る決勝戦が繰り広げられる。平野が目を見開いて言葉を失うパフォーマンスや、スカイハイが思わず涙する感動のパフォーマンスが次々と登場し、視聴者にとっても忘れられないひとときとなるだろう。果たして、超一流の審査員たちを夢中にさせるスーパーパフォーマンスを披露し、 優勝賞金300万円を手にする最高のエンターテイナーは誰なのかその結末はぜひ番組で確かめてほしいこの番組の魅力は単なるパフォーマンスの競技を超えて視聴者に新たな驚きと感動を提供する点にある出場者たちは自らの技を極限まで研ぎ澄まし見るもの全てにもう一度見たいと思わせる瞬間を作り出すそのためには技術だけでなく アアイデアや創意工夫そして何よりも見る者のへの思いが重要である例えば最後に悲鳴が上がるマジックは観客を驚かせるだけでなくその後の展開に期待を持たせるような構成が求められるパフォーマンスが終わった瞬間にもう一度見たいと思わせるためにはストーリーテリングの要素が欠かせないのであるまたヨーデルビートボックスを一人で同時演奏のような一見奇抜なパフォーマンスも その技術の高さだけでなく、音楽の持つ力を最大限に引き出すことで見る者の,の心をつかむ。ヨーデルの独特な声の響きとビートボックスのリズムが融合する瞬間、見る者は思わず引き込まれ、その一瞬の魔法にかけられるのである。さらに、頭バクで書道といったユニークなパフォーマンスは、その独創性と大胆さが魅力である。 頭でバク転をしながら書道を行うという一見不可能に思える技を実現することで見る者に強烈な印象を残しもう一度見たいと思わせる力を持つこのようにして各パフォーマンスは見る者に新たな体験を提供しその瞬間を共有することで一体感を生み出す特に審査員たちがそのパフォーマンスに対してどう反応するかという点も見どころの一つであり 彼らの専門的な視点や感想がパフォーマンスの価値をさらに高める。例えば、スカイハイは、やっていることはシンプルだけど、ときめきをもらった感じがしますと語り、そのシンプルな中にも深い感動が込められたパフォーマンスを高く評価する。このようにして、審査員たちの評価は単なる点数やコメントにとどまらず、パフォーマンスの背後にあるストーリーや思いをくみ取ることで、視聴者にとっても深い理解を促す。 また、MC の平野翔と渡辺直美のコンビネーションも見逃せない。平野はその落ち着いた語り口でパフォーマンスの魅力を引き出し、渡辺はその明るい性格で場を盛り上げる。彼らの温かく親しみやすい信仰は、出場者たちの緊張を和らげ、視聴者にとっても安心して楽しめる雰囲気を作り出す。こうして、番組全体が一つの大きなエンターテインメントショーとして完成し、 視聴者に新たな驚きと感動を提供する。サンピープル一枚ニュートは、ただのパフォーマンスコンテストではなく、見るものすべてに新たな体験を提供する特別な番組であり、その魅力を存分に味わってほしい。